東芝堀川町サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。東芝のサッカー部として1935年に創部した。神奈川県川崎市幸区堀川町の東芝川崎事業所に本拠地を置いていた。日本プロサッカーリーグ所属の北海道コンサドーレ、札幌の前身となったクラブである。1935年創部。 1970年代後半以降、本格的な強化が始まった。1977年に全国社会人サッカー選手権大会優勝。翌1978年に日本サッカーリーグ2部昇格。1979年には優勝を果たし、j s l 一部との入れ替え戦に挑戦するが、日産自動車サッカー部に敗れ昇格は果たすことはできなかった。 当時の選手には中村同盟がいた。1980年に東芝サッカー部と会勝。1981年に大西忠田監督に迎え、同年に JSL カップ優勝。1982年度にはリーグ2となり再び入れ替え戦に挑戦するが、ホンダ研工業サッカー部に敗れ今回も一部昇格を果たすことはできなかった。1987年に、 高橋武雄が監督に就任、1989年に念願の一部昇格を果たした。1990年代初頭には、ウルグアイ代表のウーゴデレオン、ペドロ・ペデルチア、実力派日本人選手の向島立、堀高志らを要し、昇格2年目の1990から91。 シーズンと JSL 最後のシーズンとなった翌1991から92シーズンに2シーズン連続で4位に入る成績を収めた。しかし同サッカー部は J リーグ参加へ名乗りを上げなかったため、1992年からは実質的な株リーグであるジャパンフットボールリーグへの参加となった。1993年度にホルヘデリーバルデスの活躍もあって、 JFL で3位となったものの J リーグでのプレーを希望する選手の流出もあって JFL では中堅クラブの位置に止まっていたその後は実業団チームとしての存続についても消極的な姿勢をとり1995年に北海道でのプロサッカークラブ誘致活動を受けるとこれを承諾1996年1月に 札幌への移転を正式決定し2月に JFA が移転を承認4月には新運営会社株式会社北海道フットボールクラブが設立されコンサドーレ札幌と解消されたただしコンサドーレ札幌には東芝の社員選手も何人か在籍することになったユニフォームは当初は上下赤のものを着用していたが当時チームに在籍していた石崎信弘の発案で 1990から91シーズンから石崎が好きな AC ミランにあやかり、赤と黒のストライプのものを着用する様になった。これは、コンサドーレ札幌にも受け継がれている。なお、現在の東芝サッカー部は、札幌移転時の川崎残留メンバーが、東芝本社海外関係チーム、東芝レッドイーグルスとの合併によって結成した、東芝サッカー部イーグルスである。 アマチュア最高峰の舞台を目指し、神奈川県社会人、サッカーリーグに参戦している。ありがとうございます。